愛知県民の方にご案内です。平張運転免許試験場は、建て替え工事を行うため、2021年春まで、駐車場が利用できません。試験場周辺には駐車場がありませんので、平張運転免許試験場または平張住宅バス停まで、市バス、または、名鉄バスを、ご利用ください。なお、周辺道路は路上駐車が、禁止されていますので公共交通機関などを、ご利用ください。